それは熱き防具バトラーたちの戦い。防具バトル、それは人生の縮図、男のロマンである。いけ、俺のトムキャットレッドビートル。宝トミミュージックスコーポレーションの提供でお送りします。栄光のリベンジカムバックドライフラワー、いくぞ、必殺ロンドンブリッジフォーリンダウンバースト、スーパーレッド&ゴールデンマキシマムボーリング。いけー、よーし決めろ、トムキャットレッドビートル V フォーリンダウン。あ、キャットレッドビートル V。 ウィラーニュートンカーティス。待って、ケン。カツジ、なんで止めんだよ。だって、ロイドさんが言ってたじゃないか。こういう時は、そっとしておいてやりましょう。そっとしておくのが一番です。そっと、そっと。そうだった。ロイドさんがそう言ってたっけ。リュウス、俺たち、お前が立ち直るの待ってるぞ。行こうよ。そっとな。うん、そっとね。そっと、そっと。ああ！この野郎！この野郎！この野郎！こんなことしててもしょうがねえな。ロイドさん！ロイドさん！ロイドさん、どこ行っちゃったんだろう。リュセックをそっとしておくのも大変です。あ、あ、あ、すっごい痛い。
星君はこっちに来るよ。どうする？あそこに隠れよう。二人ともいない。みんな俺を一人ぼっちにさせて、防具バトル世界大会準々決勝で敗れた俺を全然慰めてもくれない。白状の奴らだ。俺は悪い友達を持っちまった。いや、ケンもカツジもロイドさんももう友達じゃない。あんな奴ら友達じゃない。カツジ、俺たちあんなこと言われてるけどいいのか？行くないよ。流星、流星くん。あ、ケン、カツジ、流星くん、やめろ。お前たちなんか友達じゃない。違うんだよ。僕たちはロイドさんがそーっとしてあげた方がいいって言うから。わざと流星とは会わないように。なんなんだよそれ。俺は敗戦のショックで落ち込んでるんだよ。そういう時は優しくくらい言ってくれてもいいんじゃないの？なんだよ。やっぱりそーっとしておこう。そうだね。ああ、そーっとさせるな。あ、俺、天の川流星。防具バトルの世界大会に出て準々決勝まで行って惜しくも負けちゃったんだけど、知ってる？え？やだ。ああ、逃げることないじゃないか。俺は今寂しいんだよ。流星、恥ずかしい真似はやめてよ。流星くん、泣くだけ泣かせてやろう。泣くだけ泣いて敗戦のショックから立ち直ったんですね。そうみたいです。俺にはよくわからないけど。元気になって何よりです。ロングタイム。しばらくは流星くんの好きなようにさせてあげましょう。はい。ロイドさん、次のバトルは？しばらくはバトルしない方がいいと思って。全然スケジュール入ってないの？ないことはないんですが。あるの？近所の幼稚園から招待されてます。幼稚園？ねえ、行ってあげようよ。園児たちにとっては流星はスーパースターだからな。うん、行ってやるか。ここみたいだね。俺が紹介するからビシッと決めろよ流星。ああ、ビシッとかっこいいとこ見せてやるぜ。はーい、みんな元気？紹介します。皆さんの憧れ防具バトル世界大会で準々決勝まで行った天の川流星さんです。おっ、なんか怒ってるみたいだよ。憧れの俺が来たんで緊張してんじゃないの？緊張なんかしてねえよ。やっぱり怒ってるの？当たり前だろ。年上に向かってなんだその言い方は。お前ん家で二度とラーメン食べないからな。お客さんでしたか。どうもどうも。君たち何をそんなに怒ってるの？俺たち天の川流星を応援してたんだ、テレビで。天の川流星選手が世界大会で優勝したら、園長先生がアイスクリームをごちそうします。でも負けちゃった。それで怒ってんのか？勝負は時の運だから。アイスクリーム一つぐらいで怒るなって。そうじゃないよ、園長先生がいなくなっちゃったんだ。園長先生、天の川流星にかけてたんだってよ。かけるって防具バトル賭博？よくわからないけど園長先生が言ってた。天の川流星が負けて困った困った。怖い人が賭け金の取り立てに来る。怖い人は怖いから園長先生は逃げます。皆
皆さんもくれぐれも大きくなって園長先生みたいな人間にならないでください。ではさようなら。園長先生、ひでえ園長先生だ。ひでえのは天の川流星お前だ。そうだ、お前さえ勝てば園長先生は逃げないで済んで俺たちにアイスクリームをご馳走してくれたんだ。そんなにアイスクリームが食べたいのか。食べたい。今時珍しいね、アイスクリームをこんなに食べたがる子供たちって。今時の子供は何考えてんのかわかんないぜ。よし、わかった。流星、お前なんかわかっちゃったの？俺と防具バトルしよう。俺に勝ったらアイスクリームご馳走してやる。流星くん、わざと負けてアイスクリームご馳走してあげるつもりだよ。そんな金持ってんのかよ。チャージ3回フリーエントリーノーオプションバトル。チャージ3回フリーエントリーノーオプションバトル。うわけるつもりの割には真剣だけど。わざと負けるのが分かると子供たちに失礼だから。なるほど、流星いろいろ考えてんだ。また一つ成長したってことかな。いけー、負けるな。負けた。勝った、勝った、勝った。それはいいことをしましたね。俺も流星を見直しちゃったよ。立派だったね。ケン、カツジ、ロイドさん、どうしました、流星くん。俺、ボーガーやめる。なぜ？なぜ？なぜですか？ご説明しましょう。最初ははっきり言って、あの子供たちに負けるつもりでバトルしておりました。いけー、負けるなー。しかし、バトルしている間に、この子供たちが意外と強いということに気がついたのです。そして私は真剣にバトルしておりました。その結果、私は敗れたのです。あれが今の私の実力なのです。ですから私は速やかにボーガーの引退を決意したわけです。笑いたい人は笑ってもらって結構。これが私の人生なのだから。今度こそ流星君、本当にそっとしておいてほしい。ロイドさん、本人がああ言ってるんですから。そのうち戻ってくるさ。そうだね。カツ丼でも食べますか。いただきます。あ、チョジュアンさん、カツ丼3つ。え、時間がかかる。わかりました。私はこれからの人生どうやって生きればいいんだろう。どうやって生きなければいけないのか。苦しみ、悩もう。速攻選手、
そうだ、プロのサッカー選手になって。キャプテン流星、いけー、レッドレッドメテオバーストシュート。イタリアのセリエ A のプロチームに入って、イタリアの女優と結婚。ベニスのゴンドラに乗って新婚旅行をしてるとき、妻がカミングアウト。実は私男だったんだよ。気をつけなかった。愛してるっつってんの言ってねえ。そんな人生嫌だ。ボクサー、プロのボクサーになって。明日の流星、この一撃に全てを。うおー、しかし相手は強く、戦いを終えて灰になってしまい、その体から醸し出す黒いオーラに押しつぶされ、助けてー。そんな人生やだー。はっ、宇宙、宇宙戦士。そうだ、宇宙戦士になって、宇宙戦士流星、この地球を、いや、この宇宙の平和を。俺は来たな、ロイド軍の奴らめ。もう奴らの勝手にはさせない。うおー、くらえ、レッドアウトゴールデンマキシマムバーニング。うおー、うおー、そんな人生嫌だー。もう楽しみとくわ。歌手、お前が俺から去っていったのは、俺の何が嫌いになったのか。俺の目を見ろ、どうす黒い。大ヒットを飛ばして。悪いマネージャーに稼いだお金を全部持っていかれた。からうるさいわね。え、あ、君は、ん、うわ、あの時の。そうよ、どうやら僕と君は縁があるようだ。ないわよ。いや、何かの糸で結ばれている。さっきから聞いていれば、そんな人生嫌だって大声出して。ほら、みんな迷惑してるでしょ。みんなに謝りなさいよ。すいません。あんた天の川流星でしょ。え、俺のこと知ってたの。世界大会テレビで見てたから。本当？負けてボーガーやめたくなる気持ちはわかるけど、あんたにはボーガーしかないんじゃない。それってもしかして俺のこと慰めてくれてんの。まあ一ファンとして。嬉しいな。そうなんだよな。そうやって素直に慰められたかった僕だった。あんたみたいな人はボーガーしているしかないのよ。その言い方ちょっと気になるんだけど。気にしちゃダメ。頭の悪い子が気にしても全然いいことないから。その言い方もっと気になっちゃうな。それはそれとして、あなたに言いたいのは。なんだよ、まだ何かあるのかよ。もう知らない。待てよ。皆さん聞いてください。あの子ストーカーなんです。ちょっと待ってよ。待てない、石投げちゃいます。弱虫。うわ、何すんだ。なー、皆さんもご一緒に懲らしめてください。なあ、やめろって。どうして俺が石を投げられなきゃいけないんだ。わからない、わからない。わからないけど、一つだけ分かったことがある。俺にはボーグバトルしかないということだ。俺にはボーグバトルしかないんだ。おお、うわ、きつかった。まずい。ロイドさん、ごちそうになってこういうこと言うのもなんですが、ここのカツ丼まずいですね。勝地君、そういうこと言ってると君、友達をロスト失いますよ。
リュウセイ君俺やっぱりボーガーに戻る。トムキャットレッドビートル、俺にはお前しか。も誰だ、トムキャットレッドビートルにタクワンつけたのは。ソーリー、ごめんなさい、タクワン嫌いだから、ついゴミ箱に捨てちゃいました。カツ丼のタクワン。ロイドさん、はあ、もうかっこよく復帰しようと思ってたのに。天の川流星、いろいろありましたが、やはり自分はボーガーしかないということでカムバックしました。リベンジさせてください。どうする。いいよ。ありがとうございます。ルールは、チャージ3回フリーエントリーノーオプションバトル。チャージ3回フリーエントリーノーオプションバトル。うおー、流星のやつ、いい顔してるぜ。もう大丈夫だよ。いくぞ、トムキャットレッドビートル、レッドレッドメテオバースト。負けちゃった。あの子たち負けて嬉しそうな顔してる。ああ。天の川流星はやっぱりヒーローだ。流星先生、かっこいい。おい、こら。だからパンツ引っ張るな。奴がいるもんだ。ついこの間戦っていた世界の強豪さえも凌駕するような選手がこんな身近にいたなんて。まだまだ世の中広いってことだよな。かくして新たなライバル登場。次回カブトボーグ、絆ハンギングアナザーエグゼクティブディシジョン、熱き野生の叫び、うおー。この番組はタカラトミー、ミュージックスコーポレーションの提供でお送りしました。